諫早長崎自動車道における、諫早 IC の位置諫早インターチェンジは、長崎県諫早市にある、長崎自動車道のインターチェンジである。島原道路とのジャンクションの機能を兼ねる。諫早市街の他島原市、雲仙岳、雲仙温泉、小浜温泉方面へ向かう場合に便利である。本校では併設するバス停留所である、諫早バスストップについても記述する。 一部の標識では、略字表記である、諫早が使われている。西日本高速道路九州支社長崎高速道路事務所が併設されている。ブース数、8諫早バスストップは、諫早インターチェンジに併設されたバス停留所である。バス事業者間では、諫早インターという名称が使われており、一般的にはこの通称名で呼ばれている。バス停留所は、 国道34号に面したところにあるため、ここに停車するバスは一旦本線車道から外れて、ランプウェイを通り料金所を出ることになる。バス停に入る際は、国道上ではなく、ランプウェイ脇の専用道路を通る構造になっており、諫早インターチェンジより高速道路に出入りする、島原号は停車できない。長崎市内発着の各高速バスが停車するが、 九州号を除き長崎行きへの乗車、長崎発からの降車はできない。ありがとうございます。